ミニュアデスが暮らしたとされるオルコメノス。ミニュアデスは、ギリシア神話に登場する女性たちである。彼女たちは、ボーイオーティア地方の都市オルコメノスのオーミニュアースの3人の娘で、神話によると、酒と狂乱の神ディオニューソスに対して不敬であったので、神罰を受けて鳥あるいはコウモリに変身したと伝えられている。娘たちの父親は、ミニュアースで一致している。 彼女たちの名前はプルタルコスによると、レウキッペイ、アルシノエーアルカトエーアイリアーノスやアントーニーヌスリーベラーディスによると、レウキッペイ、アルシッペイ、アルキトエーである。オイディウスの変身物語では、アルキトエーレウコノエーの名前が挙げられている。また、プルタルコスやアントーニーヌスリーベラーディスでは、レウキッペイの息子ヒッパソスの名前を伝えている。 プルタルコスのギリシアの諸問題38によると、ミニアースの娘たちは狂気により疲れて、人肉を欲し,し、3人でくじを引き、当たりを引いた、レウキッペイの息子、ヒッパソソを引き裂いて殺した。彼女たちの夫は悲しみに暮れるあまり薄い汚れた姿をしていたので、プソロエースと呼ばれた。また彼女たちは、レアイと呼ばれ、オルコメのス人たちは、彼女たちの子孫をも同じく、 お礼愛と呼んだ。オビデウスの変身物語において、四巻の物語の冒頭部分をリードするのはミニュアースの娘たちである。娘の一人あるキとエは、ディオニューソスの妻子を認めず、デウスの息子ではないとさえ主張した。また他の姉妹も彼女と同じ考えだった。彼女たちは家で旗織りに勤しんでいる間、互いに様々な物語を語って聞かせることにした。 そこで姉妹のうち、アルキトエート・レウコノエーは、ピューラモスとティスベー、アレースとアプロディーテー、デウコトエーとクルティエー、サルマキスとヘルマプロディートスといった物語を話した。しかし彼女たちの話が終わった時、様々な楽器の音が鳴り響き、木が緑色に変わり、折られた布がキズタの葉を出したり、ブドウの木に変わったり、糸が若木の枝に変わった。また、 家が揺れたかと思うと、火の光で輝くなどの異変が起きた。煙に巻かれたように感じた彼女たちが、家の中を逃げまどっていると、やがて体が小さくなり、手足に飛膜ができて、コウモリになった。アイリアーノスによると、ミニュアースの娘たちは夫を慕っていたことを理由に、ディオニューソスの妻子を拒んだ。彼女たちが、一心不乱に旗折りにいしんでいると、ディオニューソス人の怒りによって、 木に木豚やぶどうの鶴が絡みつき、糸かごの中に蛇が入り込み、天井からワインや乳が滴り落ちるなどの異変が起きた。しかし、それでも入信を拒んだために、彼女たちは狂気に陥り、レウキッペイの幼児を引き裂いて殺し、ディオニューソスの神女たちの一軍に加わった。しかし幼児殺しの罪のために、新女たちからも追われた彼女たちは、最後にカラス、コウモリ、 フクロウになった。アントニーヌス・リーベラーリスによると、ミニュアースの娘たちは、非常に勤勉な女性たちばかりで、他の女たちがディオニューソスの祭祀のために家を出て、山中で生活することを散々に非難した。そこでディオニューソース神は、少女の姿に変身し、彼女たちにディオニューソスの祭祀に参加するように進めた。しかし彼女たちは、 神の言葉を聞こうとしなかったので、ディオニューソスは怒り、少女の姿から牛、ライオン、ヒョウへと変身した。また彼女たちが清るために握っていた横着から、ネクタルと乳が流れ出た。これらの神秘的な異変を目の当たりにした彼女たちは、恐怖し、くじを引いて、当たりを引いたレウキッペイは神に捧げる生にとして、息子、ヒッパソスを姉妹と共に引き裂いて殺した。そして、彼女たちは、 ミニュアースの家を出て、ディオニューソスの祭祀に加わったが、最後にヘルメイスが杖で触れ、太陽の光を嫌う三つの鳥、コウモリ、フクロウ、ワシミミズクに変えた。ありがとうございます。